今日は4月の6日夜9時11分になるところです。現在の腐敗した政治行政社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、メアリバン東大阪、狼少年ならぬ狼親の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。今日ね、東大阪の感染者数が本当にね、莫大に増えているためにね、この東大阪というのはね、本当に箱物建設にはね、何百億円というね、金を市民の税金を投入するくせにね、この前ね、伊賀役所に行ったんですね、伊賀上野の市役所。ね、そうしたところ、本当にね、この東大阪から見たらね、田舎の役所なんですね。要するに、田んぼの中に開発されて、県庁の出先機関のね、上の支所の西側ですかね、に建設された4階建ての市役所なんですね。ここに入ると、駐車場から正面玄関ですね、駐車場から入る方、つまり南の方から入る玄関においてはね、入ったらすぐにね、大きなモニターがあるんですね。モニターといっても、温度を測る、体温測るね、どこにもありますね。今、スマートフォンぐらいの、ね、大きさで体温を測る、ね、そういうなデジタルで測れるように、そして 35.6 とか 36.1 とか、ね、その体温、ね、役所に来た人たちの体温が即座に、ね、測れてそこへ明示される、ね、そして手を消毒してからそこの前に行ったら足場のところで、ね、足両足の形で、ね、書いてありますから、そこへ行ったらその画面に、ね、自分のその日の、ね、体温が掲示されて、そして受付の、ね、女性の方がおられて、行きたいところを、ね、尋ねたら、ああそれはここですと丁重に教えてくれるんですね。しかしこの東大阪ね、このようにしてね、私ね、切り抜きで毎日の感染者数をね、このようにして新聞で掲載されますから、すべてこのようにしてね、切り抜きで貼り付けていっとるわけなんですね。こうした場合にね、この東大阪はね、約50万市民なんですね。人口が50万人。ありがとう。そして、この東大阪のね、次に多いのが堺市の80万人。そして、一番大阪市で多いのが、市で多いのが、大阪市なんですね。ここは約270万人人口ですね。大阪府で言ったら東大阪はね、3番目。つまり大阪市が270万人、堺市が80万人、そして東大阪市が50万人、枚方が約40万人。このようにしてね、なっているわけですね。ところが、ね、この感染者数が先月の25日、ね、ここに3番目に掲載されていますね。上から大阪市、堺市、東大阪市、3番目ですね。ところが、なんと、ね、この29日までは3番目に、これ29日ですね。3番目、一番上が大阪市、堺市、東大阪となってるわけなんで、さあ、この時にもう、ね、感染者数が堺市より、ね、この時、29日には、ね、10名、堺市が多かったようになってるわけですね、堺市が。ね、この29日、先月の29日、ところが、この4月に入って一気に
東大阪、なんと、ね、31日、ね、31日に、東大阪69名、そして堺市が33名、ひっくり返ったわけですね。ここで一気に50名も今度は30万人も少ない東大阪で、ね、感染者数が69名、そして2日、1日付ですね、なんと68名、そして3日、2日の発表ですね、58名、さらに、昨日ですね、おととい、ね、3日の、3日ですから土曜日ですね、土曜日に52名、ね、さらに、ね、これが4日ですね、日曜日、ね、なんと、ね、47名といって、もう、堺市よりも、今日の新聞など、昨日の発表ですね、これ堺市とね、もう、100、ね、200ですか。ね、東大阪が3600、3499、要するに、もう200人。ね。東大阪の方が、堺市よりも多くなっている。そのような状況にありながらね、東大阪の役所に行っても、ね、そのような、ね、来庁者が一般の市民が行っても、体温計の測るようなところ何もないんですね。さあ、東大阪市民の皆さん、ね、これが野田市長の政治行政。私が今日ね、市長室と、そしてある議員にね、電話したんですよ。ね。このような体温計がなぜ東大阪にないんですかと、秘書課に、東大阪のね、10階にある秘書課に電話したら、ね、今検討中なんです。このようにしてね、女の職員が答えたわけなんですね。他誰もおりませんと。ね。さあ、検討中だというんですね。もう、危機状態、このね、緊急事態が東大阪で勃発していても、まだ役所に、そして私が言ったのは、東大阪の3300人の、常時3300人が出勤しておりますから、3300の中で、多くの感染者が出ているのではないのか、と言ったら黙りよったんですね。ということは、役所に行った人が感染するかもわからない。ね。これほど爆発的に1日50人、60人増えている。ね。それでも野田市長の行政たるものや、市民が役所に行っても温度を測るようなそういう設備も、ただ、ね、消毒する、ね、アルコール類を置いているだけで何の危機感もないんですね。さあ、東大阪市民の皆さん、これが東大阪の野田市長の行政だということをね、もっとね、認識する時が来ているんではないでしょうかね。さあ、コロナの話はこのくらいにして、もうテレビなんかで皆さんがご存知は思いますんで、で、今日ね、面白い匿名の電話が届いたんですね。堂村さん、いつも伊賀上野に来て産業廃棄物の調査をされておりますね。私も気になっていて、今日法務局行ってね、この第一現場のね、悪事を行っているものが自分の会社のちょうどね、向かいにありますから、その奥にね、大量の産業廃棄物を投入しているんですね。ですから、誰の土地に
この不届き者は産業廃棄物を受け入れしてんのかなと思って法務局に行って謄本をね上げてみたんですよ。このような電話がかかってきたわけなんですね。今まで私はね2回も3回も伊賀上野のね法務局へ行ってね、そして自分でかね全部謄本と地籍図を上げてたわけなんですね。ところが伊賀上野の忍者でしょうね、非通知で来ていますから誰か分かりません。聞いたこともないような声でした。そうしたところがね、驚いたことに東大阪の人の持ち物になっていますよと、このように教えてくれられたんですね。さあ住所を教えてくださいと言ったところが、その場で住所をね教えていただきましたね。そしてここにね私が走り書きでね書いたんですが、東大阪市友井5丁目となっているんですね。そして2軒あるということでね、この伊賀上野のね大滝の第一現場に産業廃棄物を大量に投棄して、そして県の今立ち入りをされているところのもの業者ですね。この悪徳業者が自分のねところの奥に同じように産業廃棄物を奥の方に、分かりませんから大量に運び込んでいる、その現場を何回も見ましたと。おそらく伊賀上野でこのダンプカーに乗っている人たちは黙認しているはずですよね。そのように教えていただいていたところが、今日電話ね初めて聞く声でしたが、法務局に行ってきました。ところが驚いたことに、この悪徳業者が大量に産業廃棄物を不法に投棄したところはね、東大阪の地主が2人おられますねと言われたんですよ。ね、表の方からその奥までは見えませんから、この前ね昨日と一昨日とこの皆さんにお見せしましたね、この送ってきた写真ですね、投稿された写真、この写真の中身がね本当にびっくりするような写真なんですね。ちょっと待ってくださいね。この写真が送ってきたその流れの中においてね、本当にびっくりするような写真なんですね。この謄本が上がってきて、この謄本は第二現場のところと第一現場のところはね、私がすべて法務局行って謄本をね閲覧上げたね、開示上げてきてね、そして持ち主が分かったんですが、第二現場ね、ここはね現職の奉行所のね与力の持ち物だね、そしてもう一つは役人のね持ち物だ。そこへ悪徳業者と結託して三者結託ですね。これで産業廃棄物を大量に投入しているという事実が現在分かってきているわけなんですね。さあそして今日法務局行ったその結果がね、東大阪といったら私の地元なんですね。ましてこの友井といったら、友井の5丁目といったらね、私が一番最初に何でもやを始めた時に事務所を置いていたところなんですね。ですから私の地元も地元ね、そのところのね住所が出てきた。それもね今日教えてもらって
新しい住所ですね。今どこの町でもね、何々市何丁目何番何号、このようにね、なっているんですね。ところがその当本には旧番地ですね、昔の番地で登記されているということを教えていただいたので、その住所を持って私役所に行ってね、新しい住所を調査してきました。教えてもらいましたね。要するに土地開発というところがね、この住所の管理をしているわけなんですね。2軒ともね、昔のままの住所で登記されているね。そしてその声の主がね、 Google のね、写真もありますね、上空からの写真もありますね。そして当本も今日伊賀上野の市役所ね、法務局へ行って当本を取ってまいりました。ですから今日ね、堂村さんに要するに明日届くようにお送りいたしますと言われたんですね。さあ楽になりましたね。私もそういうね、本当の忍びの者がね、協力してくれる。電話は分かりませんね、非通知になっていましたから。私は電話は非通知であろうが何であろうがかかってきたら必ず出るんですよね。そうしたところね、あの言われる振り込め詐欺ですね、何々のね、あれを振り込みの手数料なりね、詐欺師ですね、要するに知能犯ですね。一つはね、宅配に参りましたね。しかしお留守のようなのでね、折り返しお電話いただきますかっていうね、下にねメールが書いてあるんですね。そしてもう一件は当然携帯番号からですね、上携帯出ますからね、相手側のね。そしてもう一件はイオンカードっていうのを皆さん持っておられますかね。あなたのイオンカードにトラブルが発生いたしましたのでね、この番号におかけ直しくださいっていうね、こういうメールが届いてるんですね。前のね、番号はね、お届け物に上がりましたがお留守のようなのでと言って下にね、要するにアドレスが書いてあって上に携帯番号が出る。そしてもう一つはね、イオンカードにトラブルが発、あなたのイオンカードにトラブルが発生しましたね。ですから折り返しお電話いただけますかっていうような丁重な文章で書いてますね。ところが私のそのような不審なね、あれは全部司法の方へ、警察の方へ全部届けするわけなんですね。さあ今日の電話も非通知でかかってきたんですがね、第一現場の不正を行った不届き者の上空、ね、事務所の上空写真ですね。それがあってここにはね、何メーターか奥に井戸があるということをね、教えてもらったんですね。それは最初に去年の2月ぐらいにね、この不届き者の事務所から奥へね、2、30メーター入ったところにね、井戸があるんですよと。この井戸も谷だったので、その谷のところに大量に参拝を入れたためにね、井戸はそのままね、上1メーターぐらいね、あの暗渠の出ている井戸っていうね、分かるようなところに、そこまでね、何が埋まってるか分かりません。そしてね、面白いことに上空写真から見たらね、もう一つ隣のところにね、井戸があったらしいんですね。その形がね、上から映っているんですよ。それをどうもこの不届き者は
埋めたらしいんですね。そしてそれから奥へね、30メーターか50メーター、いやいやもっとなるだろうというぐらい、ね、産業廃棄物を名張のね、悪徳業者からね、結託して産廃を投入したらしいんですね。そこの土地をどうも忍びの者が今日法務局に行ってね、閲覧して手に入れてくれたみたいなんですね。そして明日楽しみなんですね。今日送りますと、明日着くように送りますからということをね、電話で知らせていただいて、そしてその2件の住所ね、もう一つは永田というところね、なんですね。永田2丁目。ところがこここそがね、永田1436の何番と書いてますから、今時そういう住所はありませんからね。そして私は市役所に行って9番でこれこれの永田のこれ番地は何丁目になるんやと聞いたところがね、永田ね2丁目ということにね、そして結論番号まで分かりましたね。さあその当本と上空写真を持ってね、私がこの2軒のお家へね訪ねていこうと思うんですね。ひょっとしたらね、この東大阪の持ち主の人たちはそのようなことになっていることをね、おそらく知らないんじゃないかなって思うんですね。次から次へとね、私の知らなかったところを忍びの者やね、忍者が協力していただいて、だん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 この悪徳業者のね、首を真綿で絞るような形になりますね。毎日毎日ね、そしてこの悪徳業者は県の指導、要するに産廃掘り起こしで産廃大量に出てきた、それをもう一度埋めてね、奥の右側に積んである木ですね、切った奥の方を切って伐採したその木の丸いね、切りっぱし、これを出しなさいというね、指導が出されていたようですが、どうもね、調べたらこの剣のやり方自体がね、おかしな、不思議な、変なやり方をしているみたいなんですね、掘り起こし。前にお話ししましたね、この第二現場の不届き者がね、大官所とどのようにつながったかね、10年ほど前に名張管内で事故が発生した。一人運転手がね、トン袋の間に触れ込んですね、その間に挟まって重機でね、要するに積み上げてやっていたところが、要するに夜積んでいるこのね、夜光、夜電気を当てた光る、ね、要するにガードマンがこういうふうにジャケットのね、要するに帯の光るようなものをつけていますね、上のチョッキみたいな。これに要するに夜をやった光るようなね、あれを着て操作していたところがね、どういうわけかね、後ろを向いたのか、釣っている時に変なところがそのね、帯に引っかかってね、異常な動きをして、そしてそのね、積み上げていたその袋がですね、要するに車の荷台に乗っていた人物とその袋の間に挟まって死んでしまった。で、当然事故でしょうね。この時にこの第二現場のね、会社にその代官所から連絡があって、あんたとこのね、ダンプカーを貸してもらえないか、これから現場検証するからということで、そういう連絡があって、そしてこの
不届き者代理現場の業者は喜んでいいですよと貸し当てたらしいんですね。そして借りた、ね、大官所警察ですね、名張警察は後日使用料としてね、礼金ですね、使用料、当然そうですね、ダンプカーを1台か、ね、1日借りるんですから、ただではありませんがね、そういうところに経費として警察から出されたね。ところがこのお調子者ね、私大概喋りますけど、その人物はもっとおしゃべりらしいんですね。なぜならば、ひょっとしたらね、隠し事ができない、私もそうですけども、私はね、悪いことをした覚えがありませんか、ありませんからね。ですから悪いことをしていないから隠し事もないわけなんですね。ところがこの人物はね、喋りはするがね、悪いことしたことまでもあちらこちらで風潮する。その時に名張警察からね、その使用料金が出されたね。ところがこの不届き者はね、最初は断ってね、いりませんよと言ったとらしいですが、当然警察というところは経費として計上されたものは必ず渡しますに、さあその一度渡したものをもう一度ね、警察の現職のね、警察官にこれはね、好きなように使ってくださいね、このようにね、慕ったということを本人がね、あちらこちらで言いふらして回ったというんですね。ただ作り話、聞いた話ですからね、それを風潮をこのようにしてね、はっきり言うたら、そんなことないと、名誉毀損だとね、警察は絶対そのように言いますね。ところがこれを教えてくれた人がね、私が聞きましたと言って証言しますよと言ってくれたんですね。さあどうですかね、こういうことは5年経っても10年経っても私も聞きましたというね、直接聞いたね、地元の人がおられるわけなんですね。ですから証言者がおったらね、私がまた聞きであってもね、そのお金どこで使ったんだということまで教えてもらったんですね。このようなつながりがどうもね、この第二現場の土地の持ち主が当時そこの所轄におったらしいんですね。ですからこのようなことが違法に行われていても、三重県の産業廃、ね、産業廃棄対策課はなかなかここの調査をしようとはしない。今私はあることを考えているんですね。県がやらないのであれば、やるところがあると教えてもらったんですね。ですから法的なね、手続きを踏んでね、これからそういうところへね、ちょっと方向転換、徹底的にこれを調べて、そして明日そのね、忍びの者が法務局へ行ってあげてくれた当本と上空写真が届くのを楽しみにしてね、来たらそれを持って東大阪の2軒のお家をね、訪ねていこうと思うんですね。これが分かってきたら楽しいですね、皆さんね。この結果はこれからね、今月いっぱいか来月には必ず分かってきますね。さあ皆さんね、悪いことはできません。それを暴くために私は日々邁進しております。それではまた明日お目にかかりましょう。今日は期待を持って明日が来る日をお待ちしております。それでは皆さんおやすみなさい。